こんばんは。皆さん見に来てくださってありがとうございます。キャプテンこんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。お姉さんありがとうございます。こんばんは。公演お疲れ様でした。ありがとうございます。わかったん、服装かわいいね。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよ、23日、おととい2日前に9期研究生公演主題交代前夜公演が無事初日が終わりました。ありがとうございました。皆さん見てくださいましたか。公園に行きましたよ。本当ですか、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。どうでしたか。ダンスすごかったよ。嬉しい。みんなで頑張って揃えていっぱいね練習したので、その成果が出てたんじゃないかなって思います。黄色と緑色のペンライトを振ってました。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。もう見えてました、いっぱいペンライトありがとうございました。本当にクロスの表情良かった。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。そうなんですよ、クロスユニットをクロスをやらせていただいたんですけど、ね、すごい表情がもう難しくて、一番曲調と歌詞に合わせた表情作りを研究するのがすごい難しかったんですけど、ね、めっちゃかっこいい照明とかもすごいつけてくださって、衣装もねすごいかっこよくて、あんなかっこいい帽子とか初めて被らせてもらって、すごいテンションめっちゃ上がりました。はい。鳩が出る帽子似合ってたよ。本当ですか、鳩は出ないですよ。若田の固定ヘアがめっちゃ良かった。本当ですか、ハーフアップにここ巻いてもらったんですよ。そうなんです、固定ヘアね、ハーフアップ希望だったのでめっちゃ嬉しかったです。そうなんですよ、みんなすごい頑張ってました。楽しんでいただきましたか。YNN 実況でかりんちゃんが褒めてたよ。嬉しい、ありがとうございます。本当に私も見ました、 YNN の実況。めっちゃねすごいたくさん、もう一曲一曲にコメントしてくださってて、はい、すごい嬉しかったです。嬉しい、楽しかったというより感動したよ。本当ですか、感動してくださってて嬉しいです。私もタンポポの決心で最後皆さんのお顔とか見たら本当に泣いちゃいそうなぐらい、本当に景色がめちゃくちゃ綺麗で、はい、すごい感動しました。初日劇場見に行っ
で、若田から目が離せなくなった。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。また見に来てくださいね。最後の締めの挨拶も完璧でした。本当ですか。ちょっとなかなかグダグダになっちゃったってちょっと反省してるんですけど、ちゃんと言えてましたか。ちょっともうちょっとね、適応能力を上げてちゃんと話せるように頑張ろうってちょっとはい思いました。最後にタンポポ持ってくるのはさすがユミ。本当にそうですよね。もうユミさん天才です。本当にもう天才的なもう瀬戸利で本当に。名前なんて読むと、青原若です。よろしくお願いします。青原若です。若たんこと青原若です。よろしくお願いします。わ、ありがとうございます。ありがとうございます。タワーありがとうございます。嬉しい、皆さんもありがとうございます。かわいい、なんかリラックマとかいっぱい、ありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。何の曲が一番好き。何の曲、そうですね、でも一番初めにその曲を全部知ってずっと曲を聴き続けてたのはジェネレーションチェンジかもしれないです。全部の曲をずっと聴いてたんですけど、特に一番個人的に聴いてたのはジェネレーションチェンジですね。イントロのテレレーンってなんかめっちゃ好きなんですよ。レイポンがこう後ろ振り返って出てくる、もう構成もめちゃくちゃ好きですし、はい、イントロの入りがめっちゃもう個人的に鳥肌が立つぐらい好きですね。わあ、ダンナッチさんありがとうございます。ありがとうございます。タワーありがとうございます。嬉しい。ジェネレーションチェンジめちゃくちゃいいよね。本当にめちゃくちゃね、歌詞もすごい強い歌詞で、世代交代させろってすごいね、強い歌詞で、はじめこの歌詞を歌っていいのかなって不安になった時もあったんですけど、すごいかっこいい表情で、みんな表情もみんなで揃えて、はい、練習しました。若たんこんばんはです。こんばんは。こんばんは。見に来てくださってありがとうございます。にゃんちゃんですよね。そうです、にゃんちゃんです。ありがとうございます。一番苦戦した曲は、一番苦戦した曲、でも個人的にはクロスですかね。ユニットのクロスは初めてスタンドマイクで歌わせてもらったんですけど、そのスタンドマイクをこう移動させたり、こう歌いながらこう使いながら踊るのがすごい難しくて、あきら先生にもスタンドマイクと友達になれって何度も言っていただいて、友達になろうと思いながら練習してました。そうなんですよ。皆さん的にはどの曲が一番気になったとかありますか。スタンドマイクに名前つけなかった？そうですね、まだ名前つけてないですね。つけようかな。ちょっとね、名前つけて呼ぶぐらいじゃない、ならないとね、仲良くなれないですもんね。何にしようかな。名前つけようかな。かっこいい、若田に惚れました。
こんな表情もするんだってなった。嬉しい、ありがとうございます。かっこいい表情ね、いっぱい研究しました。もともと笑うのは得意なんですけど、かっこいい表情をするのがちょっと苦手だったので、どうやったらこうかっこよくなるやろみたいな表情をね、何回も鏡とにらめっこしながら練習してましたね。できてましたか？あきら先生熱い。そうですよね、あきら先生すごいお世話になりました。本当にこれからもよろしくお願いします。つぼみたち歌詞も好きです。めっちゃわかります。名前を覚えてほしい、いいですよね。皆さん名前を覚えてください。私たちの今日棋聖の名前、すごいなんか研究生っぽい曲ですよね、つぼみたちって。初め聞いた時も、初めてこの曲をそのセットリストに入ってから知ったんですけど、めっちゃいい曲やなって思って何回も繰り返して聞いてました。へこたれたりしないよが好きです。ここの振りが。思春期のアドレナリン、わあいいですよね。思春期のアドレナリンも9期のみんなのトレンドは結構思春期のアドレナリンでしたね。みんな好きって言って、あの振り入れをしていただく前からみんなこうやって踊ってました。もう飛び箱をするシーンがねあるんですけど、飛び箱飛ぶのがめっちゃこうタイミングを揃えるのが難しくて、そうなんですよ。この月に向かっての最後のところで、もう飛び箱とかもう何年飛んでなかったかって感じだったんで、馬飛びするのも3年ぶりぐらいにしましたね。若姉って呼ばれるのはいつくらいから？いつくらいからやろう。でもこの公演の練習が始まったぐらいからもう姉さんとか呼ばれてた気がします。いつからって言われたらちょっとあんま覚えてないんですけど、気づいたらもう呼ばれてましたね。スタンドマイクと仲良くしてね。はい、仲良くなります。スタンドマイクとこの仲良くなっていく過程もね、見守ってくださると嬉しいです。不毛の土地を満開には苦労した。そうですね、めっちゃもう足の何ですか、動かし方とかすごい技術のいる曲なので、ダンス技術のいる曲なんで、すごい難しかったですね。肩破けてるで、破けてます。つぼみたちいい曲って言ってくださってる方多いですね。いい曲ですよね、本当に。不毛タンポポの流れはなく、確かにもう本当にもういいセットリストですよね。黄金センターと不毛の土地を満開にが気になった。おー、ありがとうございます。黄金センターもね、初めの照明、センター行くぞの行くぜの初めのパンっていう照明が後から見ておーってなりました。すごいって思って、もうセンター行くぜも目指してセンターもすごい、なんやろ、センター行くぞみたいなこの研究生っぽい歌詞で、すごい私たちに合ってるなって思いましたね。本当に。あー、誰もありがとうございます。
ヘッドセットマイクとか攻めてましたね。そうですね、ヘッドセットも初めてつけてみて、憧れの、ここにつけるの憧れやったんで嬉しかったです。テンションみんなで上がってました初めてつけた時は。つぼみたちの最後花が咲くとこが好きは、いいですよね。ここ最後とかなんかパカって言いたくなるんですよね、最後のこの最後世代交代前夜公演カラオケ配信でいつか見たいです。わあ、やりたいですね。いつかやりたい、しますね。キュンキュン生やからこそ歌える曲が多くて、セトリもめっちゃ良かった。本当にね、もうセットリスト、もう初めから最後までもうずっと目が離せない曲になってると思うので、皆さんよかったら見に来てくださいね。3月、次は3月3日なので皆さんお願いします。ゆかたん見てる、本当ですか、見に来てる思春期は声出ししたい。そうですよね、思春期のアドレナリン、声出し解禁されたらめっちゃ盛り上がる曲ですよね。絶対みんなで吠えましょうね、ボーンって言いましょうね飛び箱何段飛べるの。飛び箱、体操系の中で私一番苦手なんですよ。飛び箱多分4段ぐらいしか飛べないです12段飛べないです。12段はちょっと足にバネつけないと飛べないです多分。わかった、フォローしてるよ、ありがとうございます。キャプテン就任は嬉しかったな、ね、キャプテンに任命していただいて、任命していただいて、みんなを支えられるようなキャプテンになれるように頑張ります。カモネギのダンスバージョン、コンサート以外で見れるとは。あ、そうですよね、3周年ライブで一度やられてたみたいで、ダンスリミックスバージョンねさせていただいたんですけど、初めもソロもいただいて、そのかっこいい選抜の5人が初めこう順番に出てきてソロするっていうのでみんなでやってたんですけど、私も教えていただいてめっちゃ難しかったんですけど、なんとか踊り切ることができました。ちょっとめっちゃ感じはすいませんみんな肩のことゆかたんに引きちぎられた、ちょっとちぎられちゃいましたね、ゆかに。嘘です、ちぎられてないですよ、こういう服ですよのメッセージ性とかもよく考えられて素晴らしい、本当にそうですよね。歌詞もすごいメッセージ性の強い曲が多くて、これから先もすごい、全体を通してもこう励ましてもらえるような曲がすごい多くて、命のへそとか特にこう刺さりましたね。いい曲です、本当に。タンポポは泣き出したら振り間違うって先輩が言ってたよ。確かに私も初めゲネの時にちょっと感極まって泣きそうになって、なんかこう最後一列にてこう一列になるところがあるんですよ。その時に足をこう踏むんですけど、一瞬棒立ちになった瞬間がありました
そう、泣いたら確かに振り間違えちゃうかも。今見直したけど、クロスのスポットライトしびれた。いや本当にそうですよね、あれ本当にすごいです、パンってまだ見てない方はぜひ見てみてください。クロスのここすごいんで、ポンポンパン、すごいです、かっこよすぎます。カモネギの出だしかっこいいね、本当にかっこいいですよね。こんな構成を考えてくださったユミさん本当にありがとうございます。もう本当にかっこよすぎます。もっともっとねダンスのレベルも上げていけるように頑張ります。世代交代前夜公演は必ず伝説になると思うね。伝説にしたいですね。ここからの私たちの成長を見守ってくださると嬉しいです。ヘッドセットは鼻息に注意やで。いや本当にそうなんですよ。あの本番の時も鼻息入ってましたかやっぱあの息がね上がるとみんな鼻息が入っちゃって、鼻息注意って私たちもずっと言われてました。若田の歌最高、嬉しい、ありがとうございます。マジシャンちゃうねんな下りは打ち合わせした。いやなんかその帽子について話すなみたいな感じで軽く話してたんですけど、全然ちゃんとは打ち合わせできてない状態だったので、ちょっとちゃんとツッコミができなかったんですよ。だからもっとねあのツッコミ勉強したいと思います。ウィンクちょうだい、いきます。できてますか？こんばんは、こんばんは、見に来てくださってありがとうございます。セリは怖くなかったですか？そうですね、初めてそのリハーサルでセリを使って練習した時はめっちゃ怖かったですね。そう、気づいたら上まで上がってって景色がこうバーって綺麗にこう全部上から見下ろせるぐらい高くなって、はい、でも本番は全然怖いとかなかったです。もう楽しさが一番強かったですね。ひな祭りの日か、そうです、3月3日に第2回の世代交代前夜公演あるので、皆さんよかったらぜひ見に来てください、お願いします。そうですね、次ひな祭りの日なので皆さんよかったらぜひ見に来てくださいね。さゆきちゃん、さゆさゆ来ましたか？来てくれた、ありがとう。さゆさゆ、なんか皆さんが富山のスーパースター来た。こんばんは、こんばんは。研究生はグリーンなの？多分あの9期生のカラーが、あの T シャツのねカラーがグリーンだったからグリーンなのかな、だと思います。若田のクロス見たいな、ぜひ見てください。ちょっとどんどんねパワーアップできるように特訓するので、皆さんぜひ見ていてください。
旧期生の連帯感がすごいね。嬉しい。みんなでもめっちゃ仲いいんですよ、本当に。仲良くて、いつも助けてくれて、ね。キャプテンがこうしっかりしないといけないのに、こうみんながすごいいっぱい助けてくれるから、すごいみんなにも支えてもらってます。いつもありがとう。みんな見てくれてるかな、見てくれてる、みんなありがとう。カミカミでごめんなさい。あ、皆さんありがとうございます。ハートありがとうございます。最高の公演を最前列で見たよ。ありがとうね。本当ですか、ありがとうございます。また見に来てくださいね。また会いに来てください。待ってます。見守ります。ありがとうございます。ほのぴーのギャップがすごい。確かにほのぴーいつもめっちゃジャジャレとか言ってて面白いけど、本当にダンスもうめちゃくちゃ上手くて、もうギャップがすごいですよね。本当に惚れちゃいます。私も惚れちゃいます。本当にもうめっちゃ引っ張ってくれて、そのレッスン中とかもいつも頼りにさせてもらってます。本当にありがとう。ほのぴカモネギのソロいい声。本当ですか、嬉しい。ちょっとあのおなこう反って歌ってるんですけど、あのカモがネギしょってのところが反ってるからめっちゃ声が出ちゃって、あのもうちょっと声を落としていいよって言われるくらい、あのゲネとかは多分もっとあのうるさいぐらいまで声が出ちゃってました。なんか本番はちょっと声を抑えめに頑張って歌ったんですけど、ちょっとうまく歌えてたかな、ね、あそこのソロ部分のもね、どんどんちょっとうまくなれるように頑張りたいと思います。ツッコミできるようになったら重宝されるよ。ちょっとツッコミ勉強します。セリにもなれるようにとユミさんが言ってた。そうですね、セリにもなれないとですね。3日の公演応募したい、当たりますように。ありがとうございます。当選祈願しときますね。当たりますように。皆さんありがとうございます。たくさんの方が見に来てくださってる、ありがとうございます。公演初日楽しかったです。嬉しい、ありがとうございます。楽しんでいただけましたか。また次は3月3日にあるので、よかったらまたぜひ見に来てください。お願いします。クロスはコール復活したらイケメンコールしなければね。なんかイケメン、超絶イケメンらしいですね。ちょっとイケメンになれるように、ちょっとねイケメンって呼んでもらいたいですね。私も超絶イケメン若田になるんかな。そうですね、旧期生みんなが早く初日迎えられるといいですね。本当にね、みんなで早く一緒に出たいです。
ばんは。皆さんありがとうございます。コメントがちょっと追いついてなくてごめんなさい。初日最前真ん中で見ました。最高でした。ありがとうございます。見に来てくださってどうでしたか。すごい初めて初日始まるまでめちゃくちゃ緊張してたんですけど、こう幕が開くと皆さんのねペンライトとかうちわとかいっぱい見えて緊張もほぐれてめちゃくちゃも楽しく、ね、パフォーマンスすることができました。本当にありがとうございます。出る前はみんなでこうやって肩組んで行くぞって言って気合を入れて本番を迎えたんですよ。ゆうみさんもねグータッチしてくださってすごい緊張ほぐれました。和歌のデビュー記念アクリルスタンドを注文した。ありがとうございます。またね新しくデビュー記念クリアファイルとアクリルスタンドがまた出てるみたいなので皆さんよろしくお願いします。和歌姉の喜怒哀楽見たいです。いやちょっと恥ずかしすぎますねそれは。またねいつかお話し会とかだったらちょっとやろうかな。はじめまして。はじめまして、こんばんは。見に来てくださってありがとうございます。黄色と緑のペンライトを振らせてもらいました。こちらもだんだん力がこもりました。嬉しい、たくさん見えてましたよ。皆さんありがとうございました。本当に君の名は NMB48 9期研究生のカタンこと青原若です。よろしくお願いします。わかったま、将来何の動物になりたいの。そうですね、ちょっと何の動物になりたいやろう。やっぱでもここは犬ですかね。てんなってどんな子。てんちゃん、そうですね、てんちゃんはもうとにかく優しいです。優しくてめっちゃ面白いです。いつも気にかけてくれます。いろいろなんか大丈夫とか気にかけてくれたり、いつもよくレッスン前とかにみんなで話したりするんですけど、めっちゃ楽しいです。話しててもそう、てんちゃんはね梅が好きなんですよ。でよく梅の話もよくします。てもでもの涙めっちゃ可愛かったですよね。こよりんとてんちゃんの皆さん見ましたか。もうビジュアルが素晴らしい、表現力も歌もめっちゃ良くて、もう私も DMM 何回も見返しました。もう可愛すぎて、練習してる時も隣からこう鏡越しに見てたんですけど、もう可愛すぎてずっと、はあ可愛いってずっと言ってました。ゆかたんは常に不思議な感じなの。はい、そうです、常に不思議ちゃんです。9期生の握手会と写メ会当選してるので、もし当たったらよろしくね。わあ嬉しい、よろしくお願いします。握手会の休憩連若根に当たりますようにね。握手したいですね、楽しみにしてますね。めちゃくちゃ楽しみです。
てんちゃんって呼んでるんだね。そうです、てんちゃんって呼んでます。いつかライブとかでやってみたい曲ありますか？いつかやってみたい曲、でも夢は逃げない、やってみたいですね。めっちゃ好きな、一番好きな曲なので、いつか踊ってみたいですね。あとはあのらしくないの衣装を着てみたくて、らしくないもやってみたいですね。こよりんはどんな子？こよりん、そうですね、こよりんは、こよりんもとにかく不思議ちゃんですねえ、もうとにかく顔も、顔がもう可愛すぎて超ドタイプです。はい、で、うん、こよりん、そうですね、多分まだ皆さんには、皆さんも知らないこよりんがいますめっちゃ面白いです。こよりんもめちゃくちゃ面白くて、もうとにかくみんな面白いんですけど、みんな違う面白さなんですよ。はい、食べる方の梅、あ、そうですそうです、てんちゃんとその話すのは食べる方の梅です。ねえ、手間でも良かったですよね、めちゃくちゃ。もうあの二人がもうめちゃくちゃ合ってて、こよてん私も推してます。こじりんがこよてんめっちゃうるさいって言ったけど本当、みんなにぎやかなんですよ、9期生は本当にあの二人がっていうよりかはもうみんながにぎやかです。みんなが集まるともうめちゃくちゃにぎやかになりますね。だから誰がうるさいとか特にもうなんか決めれへんぐらいみんなにぎやかです。とにかく元気ですね。てんなちゃんはやっぱりイケてんな、イケてんなですね本当に。黄金センターコールしたいね、声出し解禁されたら黄金センターもファイヤーサイバーってみんなで一緒に言いましょうね。なかなかイベント行けないけど本当応援してる、ありがとうございます。皆さんに早くお会いしたいです。お会いできるの楽しみにしてますね。やさきす聞きたいです、いいですよね。優しくするよりキス押して、てんなはわかねえって呼んでるの。いや、てんちゃんはわかたんですかね。結構てんちゃんは割とわかたん呼びな気がします。らしくないの衣装めっちゃ似合いそう。え、本当ですか、嬉しい、着てみたいですね。レイポンはどんな子？レイポンはもう本当に愛嬌、愛嬌モンスターっていうくらいもう本当に可愛くて、あの笑い方が好きなんですよ。あの皆さん分かってくださいますか、あのムーンみたいな、もう笑い方がもう可愛すぎてずっと見ちゃいます。可愛い、可愛すぎる、ね、わがままな流れ星もめっちゃ可愛くて、うん、表情がめっちゃ好きなんですよ、あのぷくみたいな顔が一番好きです。はい、坂本さん、西さんの配信に続いてこの配信も見に来てるな。え、レオタンもいる？いますか？みんな見に来てくれてる、嬉しい。わかねえな、甘神姫は見たいな。甘神姫いいですね、甘神姫もやってみたい。でもめっちゃダンス難しくないですか、あの曲めっちゃやってみたいです。衣装もめっちゃ好きです。
あ、星ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。わあ、もう2000人の方が見に来てくださってる、嬉しい、ありがとうございます。わかったんはダジャレできるの？ダジャレできないです。ちょっとほのぴーに教えてもらいますね。ダジャレ特訓してもらおう。やってみたいお仕事ありますか？やってみたいお仕事、そうですね、なんやろう、でもあの料理配信とかやってみたいです。あとはなんか司会とか、なんかナレーターとかやってみたいです。犬は好きですか？好きですよ、犬。ゆかたんはわかねえって呼ぶの？ゆかたんはわかねえって呼ばないですよ。ゆかはお姉ちゃんです。シンプルにお姉ちゃんって呼ばれてます。みかにゃんって生でも美人？めっちゃくちゃ美人です。もう初めて見た時は倒れるかと思いました。本当にもうやばいです。顔がもう整いすぎて。レーニャはどんな子？レーニャ、レーニャも、でもなんかこうみんな面白いって言ってるかもしれないですけど、レーニャもめっちゃめっちゃ面白いです。はい、あと女子力がめっちゃ高くて、そうなんですよ。バレンタインもなんかすごい手作りのプリンとチョコをくれたんですけど、めっちゃ美味しかったです。レーニャもめっちゃね、女子力が高くて、まつげがめっちゃ長いんですよ。羨ましい、めちゃめちゃ。ゆかたのわがままな流れ星はどうだった？え、可愛かったですよ、わがままな流れ星。お家でもめちゃめちゃ練習してました。わがままなって隣で一緒にこうやって踊ってました、私も。頑張ってください、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。着てみたい衣装ある？着てみたい衣装、あのさっきも言ったんですけど、らしくないの衣装を着てみたいです。あのピンクのやつ、めっちゃ可愛くないですか？ザ・アイドルみたいな、めっちゃ可愛くて好きですね。いつか着てみたいです。フォローしました、ありがとうございます、嬉しい。はじめまして、研究生でこの仕上がり可愛すぎます。嬉しい、ありがとうございます、ありがとうございます。皆さんこんばんは。 NMB48 9期研究生の若たんこと青原若です、よろしくお願いします。レーニャの虫食いめっちゃびっくりしたよ。いや本当に私もびっくりしました、後から配信見てすごいと思って。うーん、あんなに食べれないですよ虫、すごい。キヌガサさんと宮本さんはどんな子？できれば空とコンビ両方とも答えてほしい。いやもうあの二人はもう可愛すぎます、もう娘です。アミアヤコンビ大好きですよ、いつも食べたいって言ってます。私本当にいつか食べちゃいそうです、あの二人も可愛すぎて。もう二人ともダンスが上手なんですよ、ダンスも上手でしっかりしてて、本当に小6だと思えないです、ね、めちゃくちゃ可愛くて、もう二人でいつもなんかアミみたいな感じで二人でいることが多いんですけど、
もう可愛くていつも微笑んでます、みんなで可愛いって言って。ユニット曲は新春公演みたいに全員が全ての曲できるように特訓してたの。ユニット曲はそうですね、でもみんな結構あの袖で見ながらこう振りを見ながら踊ったりとかはしてたので、いつか違うユニット曲もやりたいなって思ってます。いつかねやってみたい他の曲も。自己紹介して、自己紹介、じゃああのキャッチフレーズいきますね。はい、なごみの花を咲かせるのはわかたん、みんなの心をポカポカにするのはわかたん、わかの魅力を分かってほしい、大阪府出身19歳のわかたんこと青原わかです。よろしくお願いします。ミヤヤとどんな話するの？どんな話？え、でもなんか小学校の話とか聞いたりしますね。今小学生何流行ってんのとか前は聞いたりとか、もう全然たわいもない話をみんなでいつもよくしてます。9期生雰囲気良さそうだね。みんな仲いいです本当に。可愛くて優しくて、みんな本当に素晴らしくいい子たちです。はい、イヤリングが可愛い。本当ですか、嬉しい、ありがとうございます。ね、本当に元気で仲良しです。 MC とかでも仲良しさ出てましたか？本当にね、これからも MC とかでどんどんみんなの仲の良さが出て、皆さんにね分かってもらえたらいいなって思います。わかたんはサンリオのキャラクター好き。僕はクロミちゃんが好きです。サンリオのキャラクター好きですよ。シナモンとマイメロが好きです。ね、本当に9期生みんなで頑張りたいと思います。頑張れぞ。キウキにおじさんキャラはいる。おじさんキャラはどうなんですかね。いや、おじさんキャラはいないですね。まだちょっとこれから出てくるかもしれないですね。チームの一体感は伝わってきたよ。伝わりましたか、ね、みんなで一致団結してこれからも初代交代前夜公演作り上げていきたいと思うので、皆さん楽しみにしていてくださいね。わかちゃん初日おめでとう、ありがとうございます。無事初日が皆さんのおかげで終えることができました。次は3月3日なので、皆さんよかったらぜひ見に来てくださると、見てくださると嬉しいです。本性が出てない隠れおじさんがいるかも。確かに
でもみんな網あやは本当にもうみんなで溺愛してます。一番キラキラしてて可愛かったよ、嬉しい、ありがとうございます。もっともっと全体的に歌もダンスも表情も MC も全部レベルアップできるようにこれから頑張っていきたいと思います。気早いけど、またぎ公演するならどのチーム公演に出たいですか？そして出たいユニットありますか？でも全部出てみたいです、本当に。本当に N さんも M さんも B2 さんもナンバーレイティさんももう全部好きなので、もういつも DMM 見てます。先輩メンバーさんのねパフォーマンスとか MC とか全部研究して吸収してみんなでパワーアップしていきたいと思います。ほのぴんもせいきもギャグやってる時と真剣にダンスしてる時のギャップがすごい。確かに2人ともめちゃくちゃ面白くて、パフォーマンスしてない時はもうめちゃくちゃ面白くてね、おふざけモードの時もあるんですけど、パフォーマンスになったらもうめちゃくちゃかっこよくて、ギャップに惚れちゃう人も絶対多いですよね。私もその一人です、惚れちゃってる一人なので、ね、この配信何時までるの？11時です。あと5分です。皆さん本当に見に来てくださってありがとうございます。ちょっと話し慣れてなくて全然下手くそでごめんなさい。オンライン話し会で若田と話したいのですが日本語が話せません。あ、何語ですか？英語？英語だったら英語ですか？NMB に入った時、入った一番びっくりしたことは何ですか？一番びっくりしたこと、あ、でも劇場公演にその立った時に本当に一番後ろの席までペンライトとかそのメッセージとかうちわの文字が見えるんやっていう驚きはめちゃくちゃありましたね。あともうメンバーさんも皆さんも可愛すぎてめっちゃ細くてもう優しくて、それにも本当に驚きました。英語いい、いや英語、いや全然あの話せないっていうか、はい、勉強しますちょっとグローバルなアイドルになりたいので、はい、いろんなね、いろんな語学を話せるようになりたいですね。今までお見送りしてもらってたけど、お見送りしてみた感想は、もう本当に一人一人の方がもう笑顔でこうやって手振ってくださってて、もうこっちまでもう元気を与える側なのにもらってしまうくらい元気をもらえましたね。あとメッセージとかもこう書いてくださっててめっちゃ嬉しかったです。あ、壇上読みますね。あと2分や、ごめんなさい、いきます。じゃあ13位、ケン若田推しさん、ありがとうございます。そして12位、チョチオさん、ありがとうございます。11位、としかずさん、ありがとうございます。そして10位、ネオフルドさん、ありがとうございます。9位、ビンさん、ありがとうございます。そして8位、野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。7位、坂口さん、ありがとうございます。6位、
あやねさんありがとうございます。そして5位、キックヤンさんありがとうございます。4位マルルさんありがとうございます。そして3位アルダさんありがとうございます。2位トリプル若たん推しさん、トリプル若推しのキクちゃんさんありがとうございます。そして第1位はドゥルルドゥン、ダンナッチさんありがとうございます。皆さん見に来てくださってありがとうございました。はい、ちょっと全然ちゃんと喋れなくてごめんなさい。はい、皆さん見に来てくださってありがとうございました。次の配信もまた見に来てくださると嬉しいです。はい、皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日も頑張りましょう。バイバイ、おやすみなさい。